10番は合格ライン。合格ライン上はねやっぱ10番。合格ライン届いたのは10番の方。10番の方は合格ライン達してると思います。百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか。おー、商談審査の季節ですね。初段、2段、3段までは順調に来たっていう人も、4段、5段となるとちょっとね難しく感じてる人もいるかもしれません。今日のビデオはそんな4段、5段を受信する人にぴったりな動画になります。今日のビデオを見るだけで4段、5段の合格、不合格の基準が知りたい、今の自分の剣道に足らないところを知りたい、商談審査の当日に向けてどのような稽古をしたらいいか具体的に知りたいといったことが分かります。いやマジで勉強になります。特に受信する人は1回見て終わりとかじゃなくて何回か繰り返してみてください。必ずそこに新しい気づきがあります。今日のビデオはね、剣道日本さんの2021年の3月号についてた付録を許可いただいた上で紹介しています。詳しいビデオの説明はもう後回しにするとして、早速ですけども4段の模擬審査見ていきましょう。先生、合格したのは何番ですか。10番は合格ライン。合格ライン上はねやっぱ10番。合格ライン届いたのは10番の方だ。10番の方は合格ライン達してると思います。
11番と12番の人は11番12番については合格ラインまでまだ達してないかな。で11番12番の方はちょっと鍛錬の度合いがね、練り上げが不足しておられるという気がいたします。まあ11番の方もいまいちかなっていう感じですね。合格ラインもう少しだろうと思ってます。ただ今日の段階ではまだかなと思いますね。10番の人おめでとう。合格した理由を教えてください。やはり3人の立ち合いの中で一番気力がある、一番鋭い打ちをするのは10番気力、それから打突の打ち切り、こういうものが思い切り踏み込んでやはり素晴らしい打ちにつながっていると思います。10番の方大変勢いもあるし、技のキレもよく有効打突も取れている、いわゆる勝負の歩合では勝っております。合格した10番の人ですが、それでもここを直した方がいいというのはありますか。特に当たらなかった時に、届かなかった時に前傾になるところがあります。それが修正されたら文句なしになると思います。10番ちょっとね、気になったのはそのね、右手の握りがねちょっと若干開き気味、それからあと、最初ですね、初立ちかなんかを出す時に体が沈んでからこう打ってたね。非常に気になるのはね、竹刀の握りがたびたびこう遊んでられる、自分でこうリズムを作ってられて癖ですね。これはピタッと収まるようにならなきゃ。10番の方握りが気になります。握ったり緩めたり、手の握りがね、剣道は一瞬相手の隙を捉えたら、その隙が空いた一瞬の隙を捉えて打つもんなんですよ。一方通行で出るときはいいんですけど、一番最初にですね、11番の人と立ち上がって最初受けたんですね。相手の面を受けました。私はもっとあなたぐらい実力があったら、立ち上がった瞬間に相手につまりさあ動いてみろって、動いてるぞって、これを狙って立ち上がってほしいですね。そこから始まると全部変わってくると思います。もうちょっとつか長くした方が良さそうですね。短すぎますね。もうちょっとこれぐらい開かないとね、本当の力が伝わってきません。それから自由操作ができません。研究してみてください。11番と12番共通したアドバイスはありますか。11番と12番につきましては、逆に今の当たらなかった時に体勢が崩れる、届かなかった時とか、あるいはさばかれた時とか体勢が崩れてしまう、あるいは勢いが止まってしまう、それでもさばかれてもダーンといく、その気力とかね、勢いとかね、そういうものがやっぱりこれからは要求されてくると思います。それとあと11番12番まずね、気迫が足りないね、気迫がもう少しね、プシャッともうパッとその立ち会った第一声ぐらいぐわーっと腹から出るその気合を、そうすると自然とね、やっぱ立つにも勢いが出てくる。11番の方まずどこから直していけばいいですか。11番については技を出すべき機会が的確に捉えられてない、いわゆる自分で距離的に届きそうだなと思ったら行く、そういう癖がまだ多く見られます。だから相手とのやり取りの中でチャンスが生まれてくるということを稽古の中で掴まれると随分違ってくるかと思います。それでやっぱり11番はね、身構えというかね、構えが余裕がない、もうなんかこうかって言って、もう少し懐を大きく堂々とあれされた方がいいですよね。11番の方については両肘がね、先ほどちょっとありましたけど、ちょっと張りすぎていらっしゃって、技に滑らかさが、打突に滑らかさが発揮できないでいらっしゃる。11番の方、自分の内間の研究してください。ここで竹刀を食事の間触れていきます。触れるちょっと入る、この辺は相手の動静を伺います。交際ったら相手は抑え返す癖があるな、この人は裏を攻めたら裏にこうしないをさばく癖があるな、それでここなら打てるなって時にガーンと内間に入って技を起こしていきます。ただやーパッとこういってるんですね。だから成功するがしないか賭けみたいな技が多いです。自信持って打てる技につなげるためにはそこのところを研究して、あとは捨てて打つところにもっと気を配ってください。気迫気力で打ってください。12番の方、今後どういう稽古をしていけばいいですか。12番は特に王子技を使うときに、対応するときに相手が例えば10の力で来たのに対して自分は3か4でしか返してないんです。結局自分が光らないし自分の力が発揮できないですよね。だから例えば相手が10で来たら13の力で返さないと、そういう爆発力をやはりつけていくということは必要になってくるかと。12番はやっぱりね、構えたときにこうやってもっとグッと胸を張って、それでやっぱり若干ねこう攻め込むとかなんかのね動きが緩慢だから、もう少し鋭くパパッ、そうしないと相手がねやっぱ動揺しない、そういうところ注意してください。12番の方もやや張りすぎが見られて、しかも打ち起こしがね見えすぎるんですね。瞬間的にスパッといくんじゃなくて、よいしょっていうような感じで打ち起こしが見えすぎています。そこで、そのあたりが規制のため、規制を発するということと、ためたものを爆発させるっていう、稽古、これから心がけていただきたい。
で気勢を貯める、気勢を爆発的に発揮するということのためにはですね、気勢の充実と同時に間合いを測ると。いきなりスッと前に入ってしまったんではまだ十分貯めきらない時にもう打つべき時に来てしまってるから慌てて手を出してる。だから気勢を発するためには間合いを十分取っておいて、食事あたりではもう最高潮に気勢が盛り上がって充実してると、そこからあとは打つべき機会を捉えるまで我慢をすると、そういう気勢と間合いの関係をこれからの稽古で身につけていただきたいと思います。12番の方、打ち組み稽古、かかり稽古もっと徹してください、捨ててください。行き上がるまで自分で5を力を使ったって言うと、まだ自分でね、自分で甘いです。周りからもう一本来い、もう一本来い、まだまだ君にはもう一本力ある、もう一本打てる力があるってね、そんなに僕に力あるのかってぐらいね、どん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 先輩や先生方にお願いして、どん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 打ち組みやってください。そうするともう自力がついてきます。そこから審査に向かったら素晴らしい結果が出るでしょう。どうぞ稽古に精進してください。お疲れ様でした。いかがでした？いつもよりちょっと動画長くなっちゃったんだけど、模擬審査だからこそこうやって直接指導が聞けるのはありがたいですよね。本番だとそうはいかないもんね。合格か不合格かそれしか分かんないもんね。阪神八段の先生方の的確なアドバイス、言葉の力強さ、目力、やっぱり勉強になります。先生方かっこいいですよね。今日のビデオはね、最初にもちょっとだけお話したんだけど、剣道日本さんの2021年の3月号の付録を僕がちょっと分かりやすく編集してご紹介したものです。この動画にはね、元ネタがあって、2008年に撮影された剣道模擬審査4段5段編っていう DVD があるんですよ。こういうの売られてるの。今でも剣道日本さんのホームページから買えます。実はここから来てます。多分ね、今日のビデオを見てこう感じた人もいると思うんですよ。特に年齢が上の人ね。確かにね、今日の模擬審査素晴らしかった、解説も素晴らしかった。でもね、僕はもう年が上だから、30代40代50代だから、あんなね20歳代のような若々しい剣道はとてもできないよ、体が動かない、だから参考にならないよって感じてる人もいると思うんです。僕も45歳だから気持ち本当にわかります。確かにね、今回の僕のビデオの中だと4段を受審する20代の3名の方しかご紹介できなかったんですけども、まあ、それでもね勉強になったと思いますが、実際の DVD の中ではもう年齢もバラバラ、今回3名の8倍24名の方が4段5段の模擬審査に挑まれてます。そして同じように阪神の先生方からの好評があります。もっとね、他の人の模擬審査見たいっていう人は、この DVD をヤフオクとかメルカリって言っちゃまずいのかな、剣道日本さんごめんなさいね。でもまあ案件じゃないからね、1円ももらってるわけじゃないんで、で探してもらってもいいと思いますし、 Amazon でもあると思うんですけど、 Amazon ってこの在庫分がなくなるとプレミアがついて値段上がっていくんで、それだったら、剣道日本さんの通販サイトだと定価なんでね、そっちの方がまだ安い時があるんで、で、探されるといいと思います。以上が4段5段の商談審査のビデオになります。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。ホームページが新しくなりました。剣道具の選び方の動画が100本以上あったり、かっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします。無料カタログもこちらからプレゼントしています。ぜひ遊びに来てください。